平野紫仕が1月に大手ビールメーカーの広告に出演。新たな一歩で SHO タイムが続く飛べの快進撃。2023年12月24日、ABEMA が送る特別番組、飛べの夏休み、チルダハワイ独占密着。新たな決意が視聴者を熱狂の渦に巻き込みました。飛べのメンバーである三宅健さん、北山博光さん、神宮寺裕太さん、岸裕太さんと、グループ、ナンバー、 愛、元ジャニーズジュニアで結成された、インプ、が繰り広げたハワイ旅行の模様に密着。年末年始にかけて全4回にわたり、その熱いエネルギーを視聴者に届けます。この中でも注目の的となったのが、やはり、ナンバー、愛の平野史洋さんです。戸べの全アーティストが勢揃いし、なんと東京ドームでの公演が1年での立ち上げは異例の出来事。その勢いを象徴するのが平野史洋さんです。 インスタグラムのフォロワーはなんと400万人を超え、SNS での関連ワードは日常的にトレンド入りするほど、彼らの存在感は計り知れません。そして、平野には新たなオファーが舞い込んでいるとか、国内の大手ビールメーカーのお酒の CM に新たに抜擢されました。しかも、人気お笑い芸人との共演が予定されており、1月上旬には撮影が控えているそうですよ。キンプリ在籍中は数々の CM に出演し、 その広告の中で彼の魅力を発揮してきた平野、旧ジャニーズ事務所を退所したことにより、それらの CM は順次終了したという経緯があります。平野には外資系ブランドからもアプローチがあったそうです。退所後、平野さんを起業する広告に興味津々の外資系企業が増えているようです。その中でも9月28日に発売された雑誌、ELLEJAPON では、平野さんが前身、ルイ・ヴィトンで登場し、 その商品の一部は即座に完売となりました。さらに、11月30日に香港で行われたファッションショーへの招待や、イブ・サン・ローランと、ウォーグ・ジャパンがタイアップしたデジタルコンテンツへの出演も果たしました。平野の影響力は計り知れません。実際、デジタルコンテンツに登場した際に、ナンバー、愛のメンバーが紹介した香水が大ヒットし、店舗には300人もの行列ができたとか、2024年、平野の 紫テルタイムがいよいよ加速する予感。彼の新たな挑戦や国内企業の CM 出演に期待が高まります。戸ベの活躍にもますます注目が集まることでしょう。